はじめまして、星野マリアです。緊張しちゃう。女子バナのオーディションを受けてる星野マリアです。今日は決勝1日目ということでですね、絶対に1位を取ってメインを狙いたいと思ってます。7年間アイドルをやってたんですけど、今回の女子バナということで、私のなんか良さとかを発揮しながら、名古屋のたくさんいいところをみんなにお届けできたらいいなと思っていますので、全力で頑張りたいと思います。緊張しちゃう。頑張ります。初見だ、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。そう、真面目になっちゃうんですよねそう、真面目に頑張ります。マグロたたきと納豆食べてるな。マグロたたきと納豆か。私は今緊張して何も言葉が発せないです。ちょっともうちょっとちゃんと可愛い髪の毛してくればよかった。いやでも今回のイベントのショールームのイベントは苦手で、本当に何年も3年ぐらいはっきり言ってやってこなかったんですけど、女子バナのオーディションは絶対にやりたいなって思ってショールーム参加しました。だから本当に本気で頑張りたいなと思っていますので、皆さん星投げカウントよろしくお願いします急に真面目になってる。就職試験の面接みたいだね。緊張する。スポーツはダンスが得意です。ダンスとあとバドミントンが好きです。バドミントンは体育で学年で対決をして1位を取りました。チーム対抗で2人 2-2 でやって1位を取りました。ダンスは小学校3年生からやっているので結構得意です。なんか携帯ショップの店員さんみたいやめてください。バスケも得意って言ってました。バスケは得意です。なんか全部得意です。やることは全部得意です。私の長所は何事にも継続することと全部が好きなことです。やること全部が好きですうれしい、見に来てくれてるの、ありがとうございます。こんばんは。皆さん星投げカウントよろしくお願いしますありがとうございます。こんばんは、エムニャン。こんばんは。ウィンタースポーツはいかがですか。ウィンタースポーツはウィンタースポーツはスノボーを毎年3回行ってます。3回は行くようにしてて、スノボーが得意です。得意というか滑れますスノボーよく行きます。名古屋のわしがなんだっけ、岐阜のわしがたけとか名古屋のスノボーのところによく行きます。今年は2回行きました。でも滑れるんですけど、技を今頑張っております。ケンタロウくん、かわいい、ありがとうございます。志望動機はこれは答えていいんでしょうか。こんばんは。でもスポーツはなんか得意です。スポーツはめちゃめちゃ
体育とか大好きだったのでやってました。みんなこの時に女子バナ勝たんと言ってポチポチ押してもらってもいいですか？お願いします。みんなお願いします。この時に女子バナしか勝たんをお願いいたします。お、ありがとうございます。イエイ。食べ物で好き嫌いはありますか？好きな食べ物はいちごです。いちごが大好きです。いちごと、あと苦手な食べ物はマヨネーズが苦手です。マヨネーズが苦手なんですけど、好きな食べ物は甘いものといちごと、あとお寿司が好きです。はい、食べ物でも好きなものたくさんあるので、インスタとか、インスタの毎日投稿してるんですけど、インスタに名古屋のカフェとかたくさん載せてたり、 YouTube で名古屋の美味しいものとかをたくさんアップして、自分で編集して投稿してアップしているので、ぜひ見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。女子バナしか勝たん。はい、女子バナしか勝たんです。女子バナしか勝たん。利き手は左利きです。左利きなので、左でいちごとか食べ物を食べます。はい、ハサミも習字も左です。こんばんは、みんなありがとうございます。緊張しちゃうな、もう本当にめちゃめちゃ緊張する。こんばんは、ますますさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。好きな食べ物は本当にたくさんあるんですけど、苦手な食べ物は食べようと思えば全て食べれます。だから苦手なものはありません。はい、苦手なものはないです。お箸も左ですか？お箸も左なんですけど、はい、全部左利きで食べてます。だからスポーツも左なので結構有利で、有利って言われます。こんばんは、こうちゃん、こんばんは。右利きの人は母親が、ママが左利きで、他のお姉ちゃんとお父さんは右利きです。マリアちゃん、東海地方の魅力いつも発信しています。ありがとうございます。そう、 YouTube とかにめちゃくちゃ載せてます。僕も左利きです。みんな一緒ですね。みんな一緒だね。ありがとうございます。たくさんのコメント。私は箸両手使えます。頑張ります。両手使えるように。こんばんは、梅さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。絶対に女子バナに出たいので、皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。嬉しい。ありがとうございます。緊張しますね、皆さん。僕も東海地方なので女子バナ見てます。ありがとうございます。ゲメルッチョさん、ハートありがとうございます。嬉しいな。みんな女子バナしか勝たん、ありがとうございました。ハート100個、ゲブリッチさん、ありがとうございます。なんか流そうと思ったのに。審査員さん、お疲れ様です。ありがとうございました。多分もうあれですよね、緊張しますね、本当に。緊張する。マリア、多分コメントも気を使った。ありがとうございます。最近で一番緊張するよね。ハート100個受け取って、ハリケーンありがとうございます。シナモンのヘアクリップ買ったよ。ありがとうございます。皆さんギフト。シナモンのヘアクリップは可愛いやつ。ポニーテールしたらめちゃめちゃ髪の毛短いんだけど大丈夫かな、これ。
マリアちゃんプロデュースのケーキ早よ食べてみたいです。10日にあるのでぜひ来てください。お願いします。なんか長いね。そう、短いよね。長くなりたいんだけど伸びないんだ。集めてきたから投げます。ありがとうございます。ポニーテ大好きだよ。ありがとう。でもさ、ポニーテールさ、もうちょっと長い時にやった方が可愛い。なあさん、セミありがとうございます。略してつけよう。もうなんか長さが違うよな、これ、このここの長さとさ、こっちの長さ全然違う。のりくん、だるまさん、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。パオちゃん、レインボースター、ありがとうございます。ハリケーンマハート、ありがとう。現在1位ということで、皆さんのおかげで1位取れてます。本当にありがとうございます。触覚が好きです。これですか？結構伸びました。ね、さっき審査員の方来てくれたの。え、見たかった。マリアもう全然やばなかった。挨拶した？お世話になっておりますって言ったなんかさ、リスナーさんがさ、左利きですかとか聞くからさ、あ、左利きですって言うじゃん。そしたらさ、箸も左なんですかって質問来たんだけど。箸も左ですよ。もう見えないよ、うん、もういなくなっちゃった。 あと食べ物は何が、はい、好き嫌いは何ですかって言われた、はい、コメントしてくださったの。いちごが好きですって言った。見たかったな。そうだから、マリアは超緊張、モモもいないから緊張しちゃってこんなんだった。顔が真っ赤になっちゃったしかもさ、ちゃんとさ、髪の毛下ろしてる時が良かった。ボサボサ。え、ちょ、顔パンパンじゃん、ポニーテールだから。なんかちゃんとさ、こうさ、髪の毛下りてる時の方がマリアってさ、顔ちっちゃく見えるやんって思って。いや、顔隠しといてやろ、髪の毛に。そう、ショックで顔パン赤い、あ、顔さ、緊張して赤くなるとさ、顔パンパンになるからさ。え、どうやって分かったの？え、違う、本当に審査員って書いてあるの。どこに？オーディション審査チームって書いてあって、この人のとこいるの分かる。ウィンタースポーツできますかって言われたから、マリアはスノボができますって言った。スノボできるじゃん、マリア。ちょっと、あ、ちょこっとだけど、ほんとちょこっとね、ちょこっとだけど、ほんとちょこっとだけど、スポーツは好きですかって言われたから、全部好きですって言った。好きだから。苦手だけどね。苦手だけど好き、やるのは好き。やるのはね。てかマジでよかった、メイクしてて。え、でもママがいたらさ、私に頼るからダメじゃん。確かに、ママ見ちゃうもんね。これこそ、私携帯低速やで開けれへんねんけど、ショールなのです。チュン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 、エミリ様、エミバリ様、この人のルームに見えるのかな。かわいい。なんか赤いリボンしたいな、ここに。かわいくない？赤いリボン。これ？これ違う。ね。見つめ合う。赤いリボン。だけで溶けてしまいそう。まずが加速させてゆくの。これこそが恋ってやつなのです。です。ドゥルルルルルルル。
何？何？チルチル様の時なんか来たって何ですか？何が来てる？iTunes でポップスの曲買ったよ。Everybody summer、じゃん、じゃん、チルチル様。小さいのアバターだけ5段目に残ってますよ。そうだよね、一回来たら残ってるから多分。こんばんは、もひもひさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。また来ることあるんだな。そうだね、来てくれたらすごく嬉しいけど、ね、今日炎もお似てだし、朝チルさんも聞いてた、一緒だね。こんばんは、たかちゃんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ママがいたらママが我慢できず答えたかも。それはやばいけど、まあでも一人でちゃんと話すのも大事だからすごく嬉しい。来てくれて嬉しかったな。もう始まってすぐ見えたのね。そう、緊張するよな、そういうの。マリアちゃん大好き、ありがとうございます。のりくんハートありがとう。とみちゃんコボンありがとうございます。嬉しい。このあとさあ、これ見て、てかこれリボンかわいいでしょ。これちゃんとリボンできてんのか、かわいい。こんばんは、けんちゃんこんばんは、来てくれてありがとうございます。いや今日は火曜日じゃん、月曜日、今日火曜日ですよね。火曜日じゃないですか、今日水曜日だと思う。水曜日ですね水曜日ということで、あと5日じゃないですか。5日はもうマリア尽くしで、皆さん一日を始めて終えてください。あの、なんていうの、だってさ、朝マリアと配信を見るじゃないですか。おはようございますって見て、お昼、あ、お昼休憩だって見て、夜は寝る前に見てみたいな、なんかそのマリアで始まってマリアで終わるっていうのをやってほしいっていう話。あ、明日エイプリルフールだ。何の嘘つこうかな。何の嘘つく？みんなに何の嘘つきましょうか。何だと嘘つこう。いつも嘘つこうつこうって思ってさ、何もつけないんですよね、思うんですけど。プチ50ニョロニョロお届けありがとうございます。のりくんハート500個ありがとうございます。今日これ1時間やるので、あと、40分ぐらいやります。じゃあなんかゲームしようかな。古今東西、一人でできる？古今東西って一人でできるの？絶対できないよね。赤、赤、赤、赤。何か皆さん質問ないですか？今日だってあの審査員の方が来てくださったから、今日は皆さんの質問にちょっと面接の練習で答えたいなと思うそう、ちょっとなんかさ、あのあれだしね、ちょっとぽい格好してるしね、スーツみたいな。ということで皆さんよろしくお願いします。はい、星野マリア20歳です。岐阜県出身の名古屋に住んでいます。よろしくお願いします。ということで、何でも質問来いっていう感じですので、皆さん質問をよろしくお願いいたします。好きな食べ物はいちごとお寿司と麻婆豆腐が最近ハマってます。納豆も好きです。
嫌いな食べ物はマヨネーズとピーマンと人参です。でもピーマンと人参頑張れば食べれます。あなたが好きな歌詞は誰ですか？最近はあのトリプル A さんめちゃめちゃ昔から好きだったんですけど、最近はあのアイドルを自分が辞めてからアイドルの曲をすごく聴くようになって、あと26時のマスカレードさんとかピムスさんとか、あと歌手だったらあの平井堅さんがめちゃめちゃ好きですのポップスターっていう曲と、あと瞳を閉じてめっちゃ聴いてます。あとボアさんのメリクリも聴いてます。ずっとずっとそばにいてってやつをずっと夜に聴いてます。一人でぼやっとしながら聴くことが多いです。はい、星投げとカウント完了。しばちゃんありがとうございます。なんか歌手はそんな感じで、女優さんとかだと女優さんだと石原さとみさんと、あとあの七尾さんが最近好きです。あの上白石萌音ちゃんのドラマを見てから七尾さんめちゃめちゃ好きになって、演技力とかすごいなって思って、すごいなと思ってからめちゃめちゃ聞いてます。めちゃめちゃ聞いてますね。めちゃめちゃ好きです。俳優さんだとあの人が好き、田中圭さんと、あとあの久保田正孝さんが好きです。こんばんは、カツさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。来てくれてありがとうございます。星野マリアです。今女子バナというあのオーディションの出演権のイベントに参加しているので、ぜひ星投げカウントよろしくお願いします。座右の銘はありますか？座右の銘って何ですか？座右の銘何？女子バナに出演したら何がしてみたい？女子バナに出演したらなんか商品の紹介とかすごくなんかなんていうのしてるじゃないですか。それをなんか私流になんかマリアにしかできないような感じでやってみたいです。なんかマリア女子バナといったら星野マリアって思ってもらえるような存在になりたいなってすごく思います。そう、しかもこんな感じだけどなんかみんなに分かりやすく説明とかお話とかテレビの前でできるように頑張りたいなと思います。上白石萌音ちゃんとモカちゃんだったら私は萌音ちゃんが好きです。あのお姉ちゃんの方なんかドラマとかすごく出ててさ、あの主演とか結構やってるの見てすごい演技力がすごくて、なんかそれぞれによってそのいろんな行動がもう本当になんか演技とは思えないぐらいすごくて、なんか好きです。めっちゃ好き、結構好き。カツさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとう。のりくんかわいい、ありがとうございます。ありがとう。OSU に2週とカウント完了。たかちゃんありがとうございます。ありがとうございます。2週と、あ、違う間違えた。 OSU に入ろうと思ったきっかけは、でもとにかく芸能界に入りたくて、ずっとずっと小学なんか幼稚園の時の将来の夢を書くやつに私モデルさんになりたいって書いたんですよ。ずっとずっとモデルさんになりたくて、でずっとずっとモデルさんになりたくて、で小学校の時にダンス始めて、その時もずっとオーディションいろいろ受けてたんですけど、ずっと落ちてて、オーディション落ちてたんですよ。でその時にたまたまあのOSU のダンスの先生の流れで、1回ぐらいしかオーディション、いや3回ぐらい応募したよ、いろいろ。そう
あの私ニコラとかのモデルになりたかったんですよ、小学校の時に。そしたら多分めちゃめちゃピーポーなってる。これピーポーなの？持ってからするね。あとか、そうだからニコラのモデルとかも落ちたし、オーディションピチレモンっていうあの雑誌があって、それめちゃめちゃ好きで2回ぐらい落ちたし、結構応募してたんですけど、でアイドルをやることになって、本当にめちゃめちゃ私すぐ自分辞めると思ってたんですけど、なんかアイドルやるのって本当に楽しくてね、なんかね一日があっという間なの、本当にあっという間で、なんかこんなにも人生楽しいんだと思えるような職業だと思う。だから本当にアイドルやってる子ってすごく輝いてると思うし、なんか本当に応援してくれてるのに、本当に一人一人にもアイドルはファンの方に感謝しかないので、なんかそういう関係性ってアイドルとファンの方だからこそ作れるんじゃないかなとも思うから、本当にアイドルになってよかったなと思いますね。だからまあとにかく入ろうと思ったきっかけは、なんかやりたかった、芸能界に入りたかったです。だからアイドルになろうっていう自分の意思はまずはなかったですね、最初は。そうテレビに出たいとかモデルさんになりたいっていう思いが強くてなりました。マリアちゃんこんばんは、50カウント完了ありがとうございます。ガンちゃんありがとうございます。かわいいちゅ、山ちゃんありがとう。マリアちゃんチャオとか読んでた、チャオを読んでました、めっちゃ一時期だけど。なんか私結構なんかお姉ちゃんがいたから、なんかその自分の同世代よりもませたことをやりたいみたいな子供だったんですよ。もうそういうとこが子供なんですけど、なんかそういう子だったので、なんか小学校の時からもうずっと雑誌とか、なんかギャルの雑誌とかだったり、いろんな雑誌を読みたくて、なんか漫画の時代はすぐ終わっちゃった、小学校の時とかにすぐ終わって、なんかもう早くなんか大人なことやりたい、大人のことやりたい、お姉ちゃんの真似をしたいみたいな子だったから、なんかすぐいろんなことにやってたかな。解除になったから集めてきます。ゆきちゃんありがとうございます。 OS に入ったきっかけはダンスの先生。そうだからマリアはその多分 ABEX にいたんですけど、私 ABEX のダンスの先生をなんか中学校になる時に変えたんですよ、ダンスの先生の。男の先生だったの女の先生に変えて、でその女の先生に多分ならなかったら私はそのオーディションやらなかったと思います。アイドルしてた時もキラキラだけど今もキラキラ輝いてありがとうございます。なんかね最近ね目に覇気がないって自分で思うんよ、鏡見て。だからそうやってマイナスに考えることもダメだなって思うし、まあ、でもとにかくみんなの前にこうやって出ることがすごく、なんかみんなのおかげでこうやって今もこうやって配信とかもできてるわけだから、なんかちゃんと自分に自信持ってこれからも頑張りたいなって思うから、皆さんも応援よろしくお願いします。そうだからね、なんかアイドルやめたから、そう目に覇気がなくなったんよ多分。だからもっと自分に自信持とうって思う。最後の方とかね、最後の方っていうか、まあ、言うてねコロナになったじゃん。コロナになって一回お家で引きこもりの筆記やってた時とかは、なんかマジで鬱になるぐらい鬱になるじゃないですか。なんかもう考えがさ、家にずっといるとさ下の方向になっちゃうからさ、やっぱそれはダメだなって思って外の運動とかも始めたし、なんかその新しいことを始めるとか、前に何て言うの、一歩踏み出すとか、そういうのでも自分の気持ちの整理とか、なんか新しい考え方になったりもするんだなって思ったから、立ち止まっちゃいけないなって思いました、コロナの時期。だから改めてコロナがあって考え方とか変わったなって思います。そう、まあそのおかげもあるし、まあ、悪いこともたくさんあるけど、コロナは一回多分みんな、なんか私思ったんですけど、みんなさ、全国のみんなさ、これからのこととかをよく考えた機会になったんじゃないかなって思いますね、コロナで。うん、
昔岐阜の鏡原にいました。お、50巻とお届けありがとうございます。岐阜鏡原のイオンとか行ってたよね。行ってました、よく岐阜にいる時とかは。クータンママかわいい、ありがとうございます。初見、星野マリアです。ぜひ星投げカウントよろしくお願いします。しゅんけんさんハートありがとう。しばちゃん星レインボースターありがとうございます。ありがとう。自信ないならいっぱい褒めます。ありがとうございます。褒めて伸びるタイプなのでとても嬉しいです。ハロロンデジタマさんありがとうございます。私も中学校3年生まで岐阜にいたから、でもよく岐阜に帰るからなんか懐かしいなってなりますね。岐阜基地にいたんだけど、岐阜基地何？川崎重工の近く。川崎重工の近くかな。鏡ヶ原が正式な言い方って最近知った。あ、そう、なんか鏡原と鏡ヶ原はなんか一緒なんだけど言い方が違うらしいよ。言い方っていうか、まあ、正式は鏡ヶ原。そうそうそう。女子バナ大好きな番組だから絶対マリアにレギュラーになってほしい。頑張ります。ここまで来たら絶対に勝ち取って最終審査でもマリアの良さを発揮できたらいいなって思うから、絶対に受かりたいなって、てかまず最終審査絶対行きたいなって思います。こじゃーきさんハート100個ありがとうございます。ありがとう。航空ショーあるとこじゃない？うん、うん、そうそうです。そう、女子バナ毎週見れたら幸せすぎる。頑張る、ありがとう。頑張る。二人だけの初めて思うと可愛いよね、このリボン。綺麗にリボンできないんだけど、なんかリボンの結び方あるんですけど、こうやってこうやってね、こうやってまずこうやって同じ長さじゃないですか。で一回こうやって適当に結ぶじゃん。でこうやって結んで、この短くなった方を先にこうやってやるんよ。でなんかうまくできる時ももうピッてできるよね。これどうやってやるんだっけ。なんかさ、くるんってならないようにさするのがさ、コツがあるんよこれ。めっちゃ大丈夫コツがあるの、これは。できてないのに自慢したの。できる。え、違う、できる、できちゃう。ババババン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 、違う、これは。え、私のことババって言ったの言ってない。なんかこれはこうしてこうやってやってこうやってやるんだけど、あ、ほら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 、綺麗にできるよね。できてないよ。違う違う違う、こっからの修正があるの。花粉症できてる？あ、かわいい、綺麗。そう、ママ、うん、ありがとう。こんな感じです、ママ。ママじゃない、みんな。みんなこんな感じです。こんな感じで結ぶとすごく綺麗に結べるので、ぜひ皆さんもやってみてください。やり方はまあママに聞いて。ケインさんこんばんは、初見です。ありがとうございます。星野マリアです。今女子バナというオーディションに受けていまして、1位を取ると最終審査に行けるので、皆さんぜひ星投げカウントよろしくお願いします。うまくいったよね、かわいいよね。あとで自撮りしよう。
良い？良いかな？良いかな、みんな。かわいい、ありがとう。ありがとう。女子バナに出たらここだけは見ていたところ教えてください。マリアが全力で頑張ってるところです。あとなんかなんだろう、変わったところ、なんか星野マリアっていう名前になってもちゃんと生き続けてるところかな。輝いてるところを見てほしいです。私マリアちゃんの画像にしたよ。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。食レポできる？できます。食レポできるよ。ディズニー行きたいな。マリアちゃんが見つかっちゃう。かわいいチュッてしてるとこ。ボードは左足前ですか？右足ですか？左。え、こうやって滑るもん。こうやって腕出すの。腕出すの。え、でもマジでは手はこうやって、マリアもうマジでペンギンみたいになってる。だって、だってさ、あの。こうなるね、足がさ、下、あ、なんていうの、後ろ重心じゃん。リフトから降りれる？リフトから降りれるんや、それが。私、うまくて降りれんくてさ。え、なんかリフトから降りるときは、ボードの上に足乗っけて滑って。それが怖くてできんかった。お前も最初できんかった。できるようになった、あれは。あ、すごいじゃん。でしょ？しかも、でもあれは、リフトになんか、その、片足だけ、あの、めっちゃ左肘見せる。あ、おもろ。誰が言ってんの？わざとかじゃないの？誰が言ってんの？タジさんめっちゃめっちゃ左膝見せるやん、それは。そうだよ、わざじゃないから。それ初めてやったからめちゃめちゃ怖くなっちゃうな。熱っ、今日やばいね。そうだよ、うん、そうだよじゃないから。じゃ、なんかあのリフトに乗るときに片足にボードをこうつけたまま乗るんよ。知ってるってみんな。え、みんなだってさ、初心者はさ一回一回全部外してから乗るんよ。嘘や、ガチガチ。本当に？だけどリフトから降りるとき走るの？そうボード持って走るの？そう、初心者はリフト持ってこうやって走るんだけど。リフト持って。だけど、いや、リフト持って走る。リフト持たない。ボード持って走るの。ボード持ってこうやってガシッてつかんで走るんだけど、初心者じゃなくなると片足つけたままこう滑るからって感じ。こんばんは、お疲れ様です。バックハウスさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。かわいい、ありがとう。可愛いって言われた。やった。ボード得意なの？ボード好きです。
でもなんか今年はさすぐにさあったかくなっちゃったからあんまり行けんかったっていう感じ。ペンギンマリア、そうなんか相手はもうこんな感じでずっとやって、後ろ重心でこうやってやってます。ハート1000個、のりくんありがとうございます。ありがとう。この後あの9時、9時10分からまたカウント枠やるので、その時はまた見てくれたら嬉しいです。こじあきさんハートありがとうございます。ありがとうね。あれめちゃめちゃコメントが下の方に。今日はねずっとねあの iPhone でやってんの、 4G でやってる。しかも Wi-Fi つなげないの。でも Wi-Fi つなげない方がさなんか画質が多分いい気がする。お昼あ夜やったのこれ。やってないまだ。でもさこっちの方がさ高さがさいいんだよね。これいつも下アングルなんやなって思った。人の iPad ディスったよ。めっちゃ楽しそう話すから見てて、こっちも自然と笑顔になる。嬉しい嬉しい。岐阜だとスキー場たくさんあるもんね。そう何がある。ナナランド。何それ。何ナナランドって。ダイナランドだよ。ダイナランド。ホワイトピア高須とか。ホワイトピア高須とワシガタキ。ワシガタキとかダイナランド。ダイナランドがいい。人多いでしょダイナランド。えいつもあなたはしがたけがへん。でもダイナランドは人多いでしょって。いつも 4G じゃないよな。なんか 4G ってあれじゃない、あの4G ってさあんまりさなくない？なんだっけ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12 Pro だっけ12って。 iPhone 12って1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Pro 12 Pro だと 4G なんだっけ。ダイナランドナイター綺麗で、あなんかそれ聞いたことある。夜に行くだよね。まあ夜に行ったことない、怖いしと思って行ったことない。しかも帰るの遅くなりそうだなって思ったけど、みんな深夜に滑るんだよね。そんなことやったことない。20年の頃よくスキー行ってたよ。僕らの世代はスキーだよ。あそうなんだ。でもスキー滑ってる人もスノボの時よくいるよね。でもスノボのウェアがめっちゃ可愛い。みんなだからマリアも可愛いの欲しいなと思って、あの上のウェアは買って、で下は買った後にもう行けなくなっちゃってまだ着てないけど、濃いピンクのズボンを買いました。あとママのお下がりもあるから可愛いの。なんかベージュね、全身ベージュなの。可愛くない？可愛いでしょ。あとパパのお下がりもある。パパがめっちゃ上手で、そうママはそんなに上手じゃない。50カウントお届け、山虎さんありがとうございます。なんかダダ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 ダツーって言ったが好き。見つめ合うだけで溶けてしまいそう、チュルチュル様。見つめ合うだけで溶けてしまいそう、チュルチュル様。ダイナランドは初心者の時こけまくった場所。滑れるの？やっぱでもみんなね、あの初心者の時はこけちゃうよね。マヤもめっちゃこけてる。
ボードやった頃は毎週岐阜のスキー場でた。やっぱみんなはさ流れるんだね。このやっぱスノボーとかスキーとかやって人生を歩むんだね。聞いてよみんな。明日はママいるじゃん。明後日はあのマリアはあのまあ家なんだけど、あの予定がちょっとあって、で脱毛に行くんですけど、脱毛に行く予約をめちゃめちゃ前からしてたから行かなきゃいけないから、その間ねできないから、まあ予定あるじゃないですか。土曜日ね家にいるの、ずっと家にいるの、誰もいないの、お姉ちゃんもモーもいないの、パパもいないの、だからまあ一人で配信するのっていう感じ。ダイナはボード盗まれた思い出。ボード盗まれるの？そんなことあるの？かわいそう。え、注文見つからないのかな。でもあれってなんかさ自由にこう置いてあるからさ危険だなってちょっと思った。そう、スノボ下手すぎてずっと下の食堂みたいなところにいた。もうそれ来た意味ないやん。私もそんな時はそういう感じだった。みんな滑れるもんね。なんでパパだけ滑れる。ああ、でもあの食堂はさあの結構さみんないるよね。マリアちゃんの早口が面白かった。ボードにも高いブランドもあるとかあるからね。そうだよね。なんかあのボードをこう掲げてる、傾けてあるところはマジで盗まれるんじゃないかなこれって思って、マリアは持ってなんかレンタルだからマリアは別に良かったけど、良くないけど持ってた。でもレンタルは盗まれないじゃん、なんかみんな一緒だからっていう。スキー場といえばカレー。ああカレー食べるんだみんな。マリアはなんかカップラーメンとか食べてたよ。楽しそう。でもわしがたけの屋台でじゃんけん3回勝つと無料のところあるよね。そうなんだ、めちゃめちゃ詳しいねみんな。みんな行くんだねやっぱ冬は。夏はみんな逆に、夏は何するの？だってこれから夏だよ。マリアちゃんピーマン好き好き好き。でも食べれる、ホイコーローに入ってるピーマンとか食べるもん。あれ味しないし苦くないし、あれはね、あれは苦くないから全然食べてます。こんばんは、しんやくんこんばんは、来てくれてありがとう。あと10分やるので皆さん星投げカウントよろしくお願いします。星投げカウントお願い。10分。夏はマリアちゃんと泳ぐ。マリア泳げないよ。マリアはいつも夏は日焼けしない程度に海行きます。めちゃめちゃ日焼け止め塗って、そう川でバーベキューしかせん。バーベキューしたい。バーベキューイベントとかやったら来てくれますか？バーベキューイベント楽しそうじゃない？夏はプール。あープールいいね、プール行きたいな。プール行きたい。夏はアイドルフェスだったけど今年からどうし、なんか私アイドルフェス行きたいんですよね。なんか自分がアイドルじゃなくなってからアイドルのフェス行きたい。みんなのやつ見たいのと、でも声出しできないのが辛いね。うん、今年の夏は北海道に行きたい。あ北海道めっちゃいい。マヤも行きたい北海道。それずっと言ってる。北海道は永遠と行きたいって言ってます。夏はビーチによく行った。ビーチないいよな、好き。レンコンさんお疲れ様です、来てくれてありがとうございます。ぜひ星投げカウントよろしくお願いします。楽しそうね。楽しそうだよね。夏久しぶりに白浜で泳いだ。へえ白浜で、いや海行きたいね。でもねあの本当に
日焼けが一番海するからそれが一番嫌です。こんばんは、ヒロさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ゆいなの舞台見に行けばよかったし、行きたかったんですけど配信があって東京に行けなかったからやめました。でも普通にあのなんていうの、なんか録画したやつとか見たいなと思ってるんですけど。青い海大好き。青い海ね、めっちゃいいよね。マリアちゃん、関ヶ原のフェス一緒に行こうよ。行きたい。関ヶ原あるのかな、今年も。めっちゃ楽しそう。マリア、バーベキューイベントやろ。やりたい。やる？なんかバス借りて、ちょっと怖いね、バスは。事故りそう。なんか、そう、運転手マリアがしようかなみたいな。ちょっと怖いよね。てかバス乗れないし、免許ないから。普通の車しか。なんかあればいいけど。焼きまくってたやば。焼きそばを。しんやくん、50カウントありがとうございます。バーベキューやりたいな。バーベキューでいつも椎茸とトウモロコシとお肉とあとはそんぐらいかな食べてます。めっちゃ食べてるけど、その中でもマリアはトウモロコシが好きです。トウモロコシしかガタンって感じ。トウモロコシめちゃめちゃね、あの私最高で4個食べました、トウモロコシ。その時に中津川でもバーベキューを。中津川ってどこだ。あ、岐阜。リボンかわいい、ありがとう。飲む人でもなんとか帰れる場所でバーベキューしよう。どうやって帰るんだろうね。なんかさ、昔マルハリゾートっていう海のところに行ってバーベキューしたんですよ、メンバーで。クロワッサンとか焼いてね、めっちゃ楽しかった。どこなんだあれは、何県だろう。でも結構近かったしすごい楽しかったからやりたいなと思ってたんですけど、またっていう感じ。いつもマリアちゃんの画像保存してるよ、ありがとうございます。バーベキューは肉と焼きそばね。マリア焼きそば、塩焼きそばとかも好きだよ結構。中津川ってどこだっけ。ママ中津川岐阜のあっちやろ、水波の方やったっけ。水波、あれ、マリアちゃんの家で限定2名のバーベキューとかは。バーベキューって外でするもんだよね。マリアちゃんの家の中だと限定1名かな。1名でお願いします。キャンプしたいね。キャンプしたいよね。マリアちゃんの家の限定1名だったらもうマリアとママがね、いじりまくるよね。エナの隣、エナ、あ、川上や、えな川上屋の隣ね。モンブランあるよね。モンブランめっちゃ好きだよマリア。モンブランしか勝たんって感じ。モンブランといちごのタルトが好きだから、それはめっちゃ食べてます。栗がうまいよね、おいしい。うはくまさん、そう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 、モンブラン食べたい、栗きんとん食べたい。栗きんとん食べたいな。今一番食べたいの栗きんとんかもしれん。モンブランも食べたい。マリアの家ならタコパがいいな。タコパしようじゃ。
タコパイベント開催決定。イエーイ。クリリン行きたい。あー大須のね、大須のカフェ巡りとか楽しいよね。カフェ巡りめっちゃ好きですけど、あの食べれないからシェアしたいです。私はめっちゃ量多いしカフェって。でも3個ぐらいは行きたいから、1日に1日3個ぐらい行きたいから。そう、最高の飛騨牛持っていきますから、ママの高野豆腐食べさせてください。ママの高野豆腐はね、多分ね飛騨牛より美味しいですよ。じゃあランキング読みます。はい、13位こじあきさん、12位しばちゃん、11位しょうゆちゃん、10位あらあらさん、9位びんちゃん、8位みなとくん、7位わしゅいさん、6位ゆきちゃん、5位まさくん、4位えむにゃん、3位とみちゃん、そして2位しばちゃん、そして1位のりくん。皆さん今日も見に来てくれてありがとうございました。あと1分で終わるんですけど、あと10分後にまたやります。のりくんハートありがとう。ズッキュン。レンコンさん、レインボースターありがとうございます。しんやくん、タコさんありがとう。タコパできるね、ありがとうございます。ってことで、10分からカウント枠を設けますので、皆さんカウントをよろしくお願いします。そしてその後は夜、めっちゃ夜だからすっぴんでやります。お風呂入ってからやります。ってことでみんなまたね、バイバイ。クリリンお持ち帰りできる、クリリンお持ち帰りは多分できると思う。だからできるよ、食べたもん。またね、バイバイ。